としです。今回は、Logic Pro X がアップデートして 10.5 になったんですが、それの新機能を使ってのマニピュレートの方法を、説明していきます。はい、今回、新しくなったこの Logic 10.5、これの新機能の一つとして、この画面、今開いている画面ですね、ライブループスという、新しい画面があります。でこの画面を使いつつマニピュレートの方法をやっていきます。まずですね、今ここそれぞれのトラックにですね、楽曲のステムデータ入れてあります。一番上からクリック、キック、ドラム、ベース、ギター、そして三振、キーボード、エフェクト SE ですね、 SE とコーラス、ボーカルっていう風に今ステムデータがここに入っています。でこの縦の軸が1曲、そして隣の縦の軸がまた別のもう1曲っていう風に入ってます。はい、そしてその隣ですね、1個1個っていう風になってるんですが、ここの方には2ミックスになった、ステムではなく2ミックスになったまた別の楽曲のデータと、もう1曲別のデータが今入っています。はい、まずこれらを普通に、再生する場合、例えばこの1曲目ですね、1曲目再生する場合、この下の、この矢印、ここの部分を、押します。そうするとはい、このように楽曲が流れます。で楽曲を止める場合は、そのままこの停止ボタンを押すと、楽曲がストップします。で今このままだと、クリックの、音が出ていますね。で当然、マニピュレートの場合クリックの音っていうのが外に漏れてはいけないので、この場合は、アウトプットのチャンネルを、ドラムだとかもしくは演奏者が聞く用のアウトプットに、割り当ててあげれば問題ないです。で当然ここ、ミュートボタン押した状態で再生すると、今クリックの音出てないですね。はい、このようなことも簡単にできます。そして、各今ステムでまとまってるんですが、ステムでまとまってるデータの音量調整も、当然このボリュームの方でですね、行うことが可能です。はい、今ちょっとやってみましょう。はい、じゃあ例えばキーボード、このようにですね、調整していくことも、可能になっています。はい、そして、マニピュレートの場合、やっぱりリハーサル中とかにですね、曲順が入れ替わることもあります。その場合、とてもこの機能を使うと簡単で、じゃあ例えばこの次の曲と1曲目、逆にしたい、そういう場合には、はい、ここで、ピッと動かしてあげることが可能です。そうすると1曲目スタートして、今1曲目始まってますね。はい、そして今度2曲目、はい、スタート。というふうに、この曲順がリハーサル中に変わったとしても、こうやってですね、簡単に変更することが、曲単位で変更することが可能になってます。これとても、マニピュレートやるときには非常に便利なシステムになっています。でこのように、非常に組み替えも楽で、簡単にできるんですが、ただこの、ライブループス、この画面でのデメリットというか、使い勝手が悪いのがですね、曲の頭から再生することは簡単にできるんですが、じゃあリハーサルで曲の途中から再生したい、そういうような時、ここでやることができないんですね。そして、ライブ中当然今、このデータどこら辺走ってるのかっていうようなところも見たいんですが、このライブループスの画面だと見ることができません。そのような時にはこの従来の画面の方を使っていきます。どういうふうにやるかというと、はい、じゃあまずこのデータ、ライブループスのデータを選択してグリグリグリーっと持ってきてあげます。はい、じゃあこれもその2曲目、まあ、今ちょっとわざと間隔空けておきます。はい、そして、まあ、これはステムデータではないんですが、2ミックスのオケのやつをここに持ってきましょう。はい。
はい、今鳴ってるのはですね、このライブループスの方が鳴ってるんですね。ということで通常のところが音が鳴ってないと。じゃあこれどうするかというと、画面の切り替えしていきます。ここです。ここでピッと、はい、切り替えをすると、今までミュートの表示になってたのが、オンの状態生きてきます。はい、この状態で、再生ボタンを押してあげると、はい、今ここです。通常の、この画面の方で、今再生されて音が鳴っていると。で当然はい、このようにデータをですね、途中で、早送りというか頭出しすることもこのように可能になっています。というような形で、実はこの、ライブループスですね、楽曲作りだとかループさせるとかっていうことだけでではなくて、非常に、マニピュレートするにあたって使いやすくなってるなという感じがします。で今まで、このロジックでのね、マニピュレートってなかなかちょっとやりにくい部分があったんですが、この機能が、できたことによってだいぶマニピュレートがやりやすくなってきたんじゃないかなというふうに思います。はい、そして、曲順がまたね、リハーサルやってる途中で変わったとしても、はい、こちらのデータバッと消しちゃって、またこのライブループスの方に戻ります。でここで、さらに曲順をこのようにやる曲順のように、じゃあこの曲順で組み替えましょうっていうことになれば、またこれをグリグリっと持っていってあげれば、はい、このようにですね、問題が、はい、そうするとまた簡単に、新しい曲順の通りになりました。でそれで、画面の切り替えをピッとしてあげれば、今この画面が生きてきます。はい、こうですね。でそうすると本番でじゃあ Apple Loops も使わないよっていうことであれば、はい、Apple Loops の画面は、閉じてあげれば大丈夫ですので、これで、かなりマニピュレートがしやすくなったかなと思います。